開放弦の調弦を六本の本調子に合わせた時なんですけれども、三弦の音の開放がドになります。一番上のフレットがレ、次がフラットのミの音になります。次がファ、その次がソ、次がフラットのシになります。細い弦の開放が今ソですから、一番上がラ、次がフラットのシドレファというふうになっています。ですから、フレットが半音刻みについているわけではありませんので、飛ばされてしまった音をは、各フレットで、力を入れたりすることによって作っていきます。今この開放弦がこのミのフラットになってしまいますので、普通のミが欲しい場合には、ここを締め込んで、今、ミとシがフラットになっていますので、ここを押さえるときにちょっと力を入れて半音上げますと、ドレミファソラシドというのが弾けるようになっています。